藤川駅は愛知県岡崎市、藤川町松本にある名古屋鉄道名古屋本線の駅である。駅番号は NH10。マナコが使用可能である。準急と普通が停車する。かつては平日朝に急行も数本停車していたが、下りの当該列車は準急に変更され、また東岡崎駅での接続が改善されたため、急行は停車しなくなった。 近隣の高校に合わせてテスト期間中や半日授業時などには下校時間に合わせて昼間の休校の臨時停車がよく行われている。駅西側には踏切があったが上下ホームを行き来するにはこの踏切を通るしかなく反対ホームに止まっている電車に乗ろうとした高校生が閉まっている踏切に無理やり進入することがしばしばあり。 それによって電車に轢かれ死亡する事故も過去に何度も発生していた。このため、2011年10月に踏切が廃止され歩道橋が設置された。これは、岡崎市の事業として、近隣の国道1号線沿いに、道の駅藤川宿並びに、岡崎市東部地域交流センター、紫館を整備する藤川地区整備事業の一環として行われた。 六両編成対応の相対式ホーム2面2線の地上駅である。無人駅であり、駅集中管理システムが導入されている。かつては駅の東側に古い駅舎と校内踏切が存在したが、トランパス導入時に西側に新しい駅舎が完成したため解体された。立地としては小規模な盆地の中の直線区間上に位置する。当駅から豊橋駅へは、 直通列車が停車しないため最低1回乗り換えが必要。豊川線の各駅へは朝や夕方以降に直通列車が停車するため乗り換えなしで行ける。道の駅藤川宿岡崎市東部地域交流センター紫館ハッ令和元年度移動等を円滑化取り組み報告書名古屋鉄道2020年11月24日閲覧名古屋鉄道広報宣伝部 名古屋鉄道百年市名古屋鉄道、1994年、866ページ。大田孝行輸送と運転近年の動向、鉄道ピクトリアル第816巻、電気車研究会、2009年3月、44ページ。共通 SF カードシステム、トランパスを、名古屋本線未導入駅10駅と豊川線3駅に、導入します名古屋鉄道。 2005年11月15日、AB 駅時刻表、名古屋鉄道、名鉄バス、2019年3月24日、閲覧、藤川名鉄名古屋本線、名鉄豊川線豊橋、豊川稲荷方面時刻表ナビタイム、www. ナビタイム .co.jp、2019年2月18日閲覧、電気車研究会、 鉄道ピクトリアル通関第816号2009年3月、臨時増刊号、特集名古屋鉄道、干末折り込み、名古屋鉄道廃線略図名鉄120年史、編纂委員会事務局、名鉄120年、近20年の歩み名古屋鉄道、2014年、160から162ページ。名古屋鉄道広報宣伝部、名古屋鉄道100年史名古屋鉄道。 1994年651から653ページ。岡崎市統計書2015年版8運輸通信ウェーバックマシンによるアーカイブ2016年11月16日取得2020年11月23日閲覧。岡崎市統計書2019年版から8運輸通信。岡崎市2020年5月3日閲覧。 ありがとうございます。